あなたは、ご自身のお住まいの周辺に、どんな滝があるか、ご存知ですか？ Google マップスで、滝、を調べてみた。ざっと調べただけで、福岡市とその近郊で、28箇所の滝。滝とは、河川や湖の一部が、段差になっているため、水が落下している場所を言う。日本においては、国土地理院の定めた定義によると、流水が急激に落下する場所で落差が5メートル以上で、常時水が流れているもの。とされているが、歴史的に有名な滝や地理上の項目表となる、滝。については例外もある。ウィキペディアより。この定義に必ずしも当てはまりませんが、福岡市近郊の有名、無名の滝をご覧ください。1. 鮎帰りの滝、福岡県粕屋郡海町。2. 難所ヶ滝、福岡県粕屋郡海町。3. 扇滝、福岡県飯塚市内野。4. 白糸の滝、福岡県飯塚市山口。5. 五軒の滝、福岡県粕屋郡笹栗町笹栗。6. 不動ヶ滝、福岡県粕屋郡笹栗町笹栗。7. 一の滝、福岡県粕屋郡笹栗町笹栗。五島の滝、福岡県粕屋郡笹栗町笹栗。9. 陣ヶ田滝、福岡県粕屋郡笹栗町。10. 萩尾口の滝、福岡県粕屋郡笹栗町。11. 養老ヶ滝、福岡県粕屋郡笹栗町若杉。12. 獅童の滝、福岡県筑紫野市武蔵。13. 行者の滝、福岡県筑紫野市武蔵。14. 不入道の滝、福岡県中川市中川町不入道。15. 鮎帰り滝、福岡県中川市一ノ瀬。16. 源の滝、福岡県福岡市南区ひばる。17. 絹糸の滝、福岡県福岡市南区ひばる。18. 白波の滝、福岡県福岡市南区ひばる。19. 山笠の滝、福岡県福岡市南区ひばる。20. 坊主ヶ滝、福岡県福岡市早良区石窯。
21、カランの滝、福岡県福岡市早良区石窯。22、安の滝、福岡県糸島市瑞梅寺。23、青瓦の滝、福岡県糸島白井山。24、不動滝、福岡県糸島市飯原。25、白糸の滝、福岡県糸島市白糸。26、鳴滝、福岡県糸島市二条長石。27、千住院の滝、福岡県糸島市二条三つ吉。28、明神の滝、福岡県糸島市二条福井。あなたもご自身の地元の滝を探してみませんか？